ザエルダースクロールズ V スカイリムは、ベスズダゲームスタジオが開発し、ベセスダソフトワークスから発売された、コンピューターゲーム。アクション RPG ザエルダースクロールズシリーズのザエルダースクロールズ4オブリビオンの続編にあたる。北米時間2012年2月14日付のプレスリリースによれば、ザエルダースクロールズ V スカイリムは3つのプラットフォーム合計で1000万本を、 超えるヒットになり、売り上げは約6億5000万ドルを記録した。シングルプレイ専用 RPG としては空前の大ヒットになった。2012年9月20日には日本ゲーム大賞2012の年間作品部門で優秀賞を受賞した。スカイリムではこれまでのザエルダースクロールズシリーズと同様にオープンワールドアクション RPG システムを採用している。 ベスズダ社が2008年に発売し、似たゲームシステムを採用するフォールアウトさんからも影響を受けている。プレイヤーは、馬、または、徒歩で、スカイリムの地を自由に放浪できる。スカイリムには5つの大都市と小さな町、広大な自然や産地が広がっている。前作に比して、ゲームパッドでの操作を重視した調整がなされ、インタビューなどでもプッシュされている。 操作性自体も賛否両論があったオブリビオンより改善が施され PC 版でも Xbox 360のワイヤレスゲームパッド用の設定がデフォルトで組み込まれているスカイリムではオブリビオンのために開発されたレディアンと AI 人工知能システムを改良して引き続き利用しており NPC は隠れたパラメーターに従いそれぞれがしたい行動をとる システムの洗練、NPC は会話などで、プレイヤーとコミュニケーションし、情報やトレーニングを提供する。また、プレイヤーと NPC は互いに喧嘩を挑め、NPC 同士の争いもランダムに発生する。スカイリムは、レディアントストーリーシステムを採用し、それが、クエストに影響する。サイドクエストは、プレイヤーの行動によって、ダイナミックに変化し、能力や、 進捗状況によって調整される。マップの広さは、オブリビオンの舞台であるシロディールとほぼ同じ16平方マイルである。シロディールの都市よりも大きな都市が5つ存在し、その他にも無数の街や村が点在している。スカイリムの地形は、山勝ちで150カ所を超えるダンジョンが設けられている。内部のクリーチャーや敵対 NP、 ファストトラベリング機能も前作に引き続き用意されている。300種類以上の本を読める。ゲームでは18のスキルを訓練することができ、スキルを一定数上げることで、プレイヤーのレベルが上がる。前作、オブリビオンを含め多くの RPG で採用されているキャラクタークラスの概念は、プレイヤーのプレイスタイルを自然に発展させるために除かれた。 固定されたレベル制限は存在しないが、すべてのスキルをレベル100まで上昇させた場合レベルは80前後となるため、これが事実上の上限レベルとなっている。パークやスキルに特有の能力はスキルツリーと呼ばれるシステムにまとめられており、プレイヤーのレベルが上がると280のパークの中から取得するものを選択できる。スクリーン上の情報表示機能は、プレイヤーのヘルス、 スタミナ、間近が減少した際にのみ現れる。アイテムや装備品は、フェイバリットというクイックアクセスメニューに登録できる。インベントリ画面での所持品メニューは、コンパス上に表示され、表示を回転、ズームさせて、アイテムを選択する。キャラクタークラスの廃止に伴い、基本能力値であるステータス値も廃された。これに加えて、軽技スキルがなくなり、運動や、 軽技スキルレベルに比例して高速で移動できなくなった。また、軽技スキルの廃止に伴い、軽技スキルレベルに比例した高さまで空高くジャンプして低いところから高い塀に飛び乗ることもできなくなっている。前作のタイヤスキルは修理用ハンマーの効果に影響したが、今作では廃止された。代わりにこのスキルと川やインゴットなどの必要な原料を用いて、 プレイヤー自ら武器防具やアクセサリー類を鍛冶屋の溶航炉または金床で作れる。前作とは違い武器防具が壊れなくなったため武器防具の修理作業や修理用ハンマーも不要になった。さらに単野スキルのレベルに応じてインゴットなどの必要な素材を消費して武器防具を強化できる。武器や防具に魔法的な効果を付与するフシは前作に引き続き登場するが 魔法作成という要素は削られている。フッをするためには必要な魔法を作成したり覚えたりするのではなく、各地に配置されているアルケーン付け式で魔法効果が付与された武器防具を破壊し、そこから魔法効果を抽出して習得する方式に切り替わった。戦闘両手にそれぞれ異なる片手用武器を装備し、二刀流を行える。 通常よりも高速で走れるダッシュはスタミナを消費する。盾を用いて強打し攻撃でき、攻撃を盾でブロックするにはタイミングを合わせる、必要がある。剣や弓、素手などの、各武器はそれぞれ固有の特徴があり、致命的な一撃を加えられる。85以上の魔法が用意され、遠距離、近接攻撃に用いられる。魔法タイプにはそれぞれ特徴があり。 氷結などの標的を凍らせる魔法は動きを遅くさせ、スタミナを奪い、火炎の魔法などによって標的が弱化すると持続的な体力の低下を伴う。プレイヤーは片手に一つの魔法を装備でき、両手の魔法を合わせることで威力を増やせる。弓については前作よりも大きなドローバックを伴うが、威力も向上している。そのため矢の価格は上がっている。 本作における矢は何本所持しても重量がなくなった。NPC はプレイヤーの攻撃的な動作を感知すると警戒する。また公式パッチバージョン1.6からは馬に乗ったまま剣や弓で攻撃できる機上戦闘が追加された。本作ではゲームのボックスアートにドラゴンが描かれているようにドラゴンが重要な意味を持っている。スカイリムに突如現れるドラゴンは 上空から容赦なく周辺の村々を襲撃し、簡単に NPC を殺してしまう。また村にドラゴンが襲ってくると、村や町を警護しているガードが弓矢で応戦するが、主人公が火星しない限り長期戦になった挙句、犠牲者が次々と現れてその村は甚大な被害を受けることになる。クエストの進行を妨げかねない意味でも手ごわい、強敵であるが、 メインクエストを進めるとこのドラゴンを容易に倒せる手段が分かってくる。ドラゴンボーンである主人公は倒したドラゴンからドラゴンソウルを吸収することができる。このドラゴンソウルはドラゴン語でスームと呼ばれる能力、ドラゴンシャウトを利用するのに必要である。ドラゴンシャウト及びそれを習得できるスカイリム地方各地の言葉の壁はこのドラゴン語で成り立っている。 ドラゴン語の文字は、ドラゴンのギ爪を使って書かれているために、爪で引っかいたり、刺したような形が特徴である。その文字は、ほとんどが英語に使われているラテン文字に対応しているが、S や K で作られる音、C がない。ゲーム内の英語版に限りプレイヤーにもドラゴン語を理解できるように配慮されており、ドラゴンが主人公と会話するときはまずドラゴン語で喋ってから、 同じ内容を英語で復唱するという手法が取られている。そして、ドラゴン語は、英語と、ほぼ文法が同じ設定なので、単語さえ理解してしまえば容易に、ドラゴン語の解読、英語との相互変換が可能となっている。例えば、主人公を指す、ドバーキンはドバとキンの二語からなり、それぞれ英語で、ドラゴンボーンを意味する。なお、固有名詞を持つドラゴンにも、 それぞれドラゴン語での意味が存在している。今作から新たに追加された目玉の一つに挙げられる、主人公を除いてはドラゴンを含む、極一部のキャラクターのみが使える、特殊アクション。ドラゴン語で成り立つ魔法だが、通常のスペルとは違い、間近を消費しない代わりに、一度使用すると数秒から数分の間使用できない。シャウトの中でも有名なのが、 スカイリムのトレーラームービーで崖に追い詰められた主人公がドラゴンに向かってドラゴン語でファスローダーと叫ぶシーン。その叫びこそがゲームで最初に習得できるシャウトであり標的を一時的によろめかせたり吹き飛ばす揺るぎなき力と呼ばれる能力である。各シャウトには個数に合わせて3段階のレベルがある。ほとんどの場合はスカイリム各地に散らばっている。 ドラゴン語の詩文が刻まれた言葉の壁にたどり着くことで、そこから一単語を一つ習得することができる。習得したシャウトを実際に使用可能にするためには、その後に襲い来るドラゴンを殺して得たドラゴン僧侶を消費する必要がある。シャウトを放つには、シャウトキーを押す。このキーを押した長さにより、発動するシャウトのレベル発する言葉の数が変化する。 スカイリムは、タムリエル大陸の中心、シロディール地方を舞台としていた、前作、ザ・エルダースクロールズ4、オブリビオンの直接の続編ではなく、オブリビオンクライシスに記されている、予言の最後のイベントであり、主人公の前に現れたドラゴンは、イニシエの神アルドゥインの別名とされるのサイリンである、ことを知る。アルドゥインはなぜか主人公を意識する素振りを見せつつ、 開花のドラゴンたちと共に世界を破壊し尽くそうとする。プレイヤーは神によりドラゴンの力を与えられたドラゴンボーン、ドラゴン語でドバーキンとしてスカイリムのみならずタムリエル全土をアルデインから守る役割を託されることになる。ただしゲームは過去のザエルダースクロールズシリーズと同様オープンワールドというジャンルの性質通り高い自由度を持っておりメインストーリーである。 ドラゴンボーンの使命に一切関わらずにプレイを楽しむことも可能である。スカイリムの開発はオブリビオン発売直後から企画されていた。実際の作業は2008年のフォールアウト3発売後から開始され、2010年12月のスパイクビデオゲームアワーズで開発責任者のトッド・ハワードにより2011年11月11日の発売日と共に発表された。 2011年2月のゲームインフォーマーシで初めてコンテンツの一部が公表された。音楽は前作から引き続きジェレミー・ソウルが担当している。作品のテーマ曲サンズ・オブ・スカイ・リムは架空のドラゴン語による歌詞を30人のコーラスが歌い上げている。ドラゴン語はコンセプトアーティストのアダン・アダメビッチにより竜の爪でも書けるような34の文字をもとに作り上げられた。 70人のボイスアクターが声を吹き込んでいる。スカイリムではベスズダゲームスタジオ内部で開発されたクリエーションエンジンを用いている。キャラクターのアニメーションはハビックのツールセットを用いて描写されている。スカイリムのデザインコンセプトは独特の景色やクリーチャー類が描かれていたモロウインドとヨーロッパの正統派ファンタジーに近かった前作。 オブリビオンのデザインとの接中であるとコメントされている。オブリビオンで一人のデザイナーが担当し、画一的になってしまったと批判されていた男女のデザインは、8人のデザイナーが担当することで、多様性が増している。種族ごとの特徴や、種族内での変化もつけられている。海外版限定だが予約ボーナスとして、布製のマップが用意されている。また、 約150ドルで予約限定のコレクターエディションが発売される。このパッケージには12インチの高さのアルデインのフィギュアとアートブック、メイキング DVD が含まれている。2013年現在、日本での発売などの予定はない。スカイリムはスカイリムのリリースに先立って作られた新しいエンジンであるベセスダ独自のクリエーションエンジンを備えている。 ベセスダは公式に少なくともスカイリムの一つ以上のプロジェクトでそのエンジンが使われていると表明した。ホールアウト3のリリース後、チームはスカイリムを満足させる、おびただしい数の設計指標を考案した。ハワードが言った通り、チームはこれらすべてを済ませてやり続けた。チームが当時のハードウェアの設計目標を満足させることが、 できなかったので、彼らは次世代を待ってからスカイリムをリリースしたが、ハワードが感じていたように、現在の技術ではチームが後押しを続けることは全くできなかった。クリエーションエンジンは、ベセスナの以前の活動を上回るグラフィックに忠実な、幾多の改良を見越した。例えば、ドローディスタンスは、以前のザエルダースクロールズシリーズのゲームよりもより、遠くをレンダリングしている。 ハワードはプレイヤーにきめ細かいフォークのような小さなオブジェクトを凝視できる実例と山の方に顔を上げて山頂までかける実例を提供した。影を提供する動的な光源はゲーム世界内の構造とアイテムによって作られている。ベセスダが以前のゲームで植物ショーを生み出すためにスピード取りを活用していたがスカイリムで利用されたクリエーションエンジンは スピード取りでできることよりも非常に詳細な描画を実現している。例えば、ベセスダの独自のテクノロジーによってチームは樹木が風に吹き付けられるように木の枝を強調することが可能になった。さらに、そのテクノロジーでは、大河や小川のような水路の水の流れに影響を与える風を再現することも可能にしている。 スカイリムのゲーム世界では雪の存在感が大きいために技術上のアップグレードによって以前のゲームのテクスチャーエフェクトでレンダリングしていた雪の代わりに天候エフェクトが適用されて地形上への動的な降雪も可能にしている。チームはキャラクターのアニメーションにキャラクターの歩行、走行、スプリントの動きの卓越した可変性を可能にするハビックのビヘイビアーツールセットを使用した。 またオブリビオンで酷評されていた3認証視点カメラオプションの能率的な動きも増大させた。ツールセットはリアルタイムで起こるプレイヤーと NPC との相互作用を可能にした。オブリビオンではプレイヤーが NPC と話をするとき時間が止まりカメラが NPC の顔にズームしていた。スカイリムでは NPC は プレイヤーと会話しながらあちこち移動したり体で身振り手振りができる。今作のゲーム中では子供も表現されている。子供の存在はホールアウト3に類似した処理をする。ビデオゲームで子供が暴力的な描写に巻き込まれることが物議をかもす大きな論争問題になって以来、子供が決してプレイヤーによって危害を被ることはない。 スカイリムはオブリビオンで作られたレディアント AI による人工知能システムを使用している。このレディアント AI は NPC が追加のパラメータの下でしたいことをするようにアップデートされている。そのアップデートされたシステムでは NPC とその周囲との間の卓越した意思の卒業が可能になっている。NPC はゲーム世界の中で農業、製粉、 採掘のような仕事を演出しお互いに反応し合う。チームは手書きでデザインしたスカイリムの地方にゲームを設定した。オブリビオンのゲーム世界白ディール地方のサイズに似ている世界の山岳地形はゲーム空間を膨張させ比較的平坦な白ディールの上を横断するよりもさらに難しくした。スカイリムの世界のデザインではチームはオブリビオンで作られた風景とは異なる。 アプローチを取った。アートディレクターマット・キャロファノは、オブリビオンのクラシックなヨーロッパファンタジー伝承の一般的描写から脱却して、スカイリムのワールドデザインの現実的なアプローチを検討した。ハワードは、チームの願望は、得意な文化を持つ世界を犠牲にすることを意味したオブリビオンに、アレーナとザエルダースクロールズ2、ダガーフォルのクラシックファンタジーを回帰させたように、 スカイリムにモローウィンドのゲーム世界の驚くべき発見を再び封入することだと表現した。世界の多様性を創造する一手段として、チームは世界をホールドとして知られる9つの地方に分割し、各々の地方が他よりも地形的にユニークに感じるように作ろうと試みた。加えてチームは巧妙に仕立て上げられた世界のロケーション、富裕層の地域、貧困層の地域、 技術レベルが低い地域を作ることによって NPC の社会経済的背景を反映したがっていた。焦点はゲームの重種族がユニークになるよう変えることだった。ハワードは過去のザ・エルダースクロールズのゲームの時とは違い、スカイリムの世界の文化に過度なレイシズムがあるために、プレイヤーがゲーム開始時に種族を選ぶタイミングが重大な決断が迫られる時にやってくるように考慮した。 また一方で、プレイヤーの種族選択は NPC によって、プレイヤーに対する態度が異なる。ただの、フレーバー要素に過ぎないとして、ゲームが影響する結果に大きく左右されることはなく、特定のクエストでプレイヤーを締め出す一手段には、ならないと繰り返し述べた。スカイリムの世界を手作りで作る取り組みは、チームに、オブリビオンで生み出した景観の利用を手放すことになった。 オブリビオンのダンジョンの設計は一人のチームメンバーに任されていた。しかし、これによりダンジョンのデザインは似たり、寄ったりのものが多いという批判があり、これを受けスカイリムの150ダンジョンは8人の少数のチームで設計された。ベセスダはゲームに登場する NPC の声を収録するために70人以上の声優を雇用した。 NPC の声として録音された役者のセリフの総計は6万以上にも及ぶ。キャストには、クリストファー・プラマー、マックス・フォン・シドジョアン・アレン、リンダ・カーター、ウラジミール・クリッチ、マイケル・ホーガンがいる。スカイリムは244のクエスト、300以上の集落やダンジョンが登場する。2012年4月12日、ベセス・ダ・ソフトワークスは、 スカイリムの Xbox 360版でキネクトをサポートすることをアナウンスした。このゲームを特徴づけているドラゴンシャウトをはじめとする200以上のボイスコマンドに対応している。また、Xbox 360版ではオフラインでもキネクトに対応したバージョンが新たに発売されている。技術的な問題に対処して全体的なゲームプレイを改良した。 様々なパッチがリリースされている。2011年11月29日に、いくつかのゲームの問題を修正するパッチ1.2がリリースされた。しかし、一部のプレイヤーからこのパッチによって、頻繁にゲームがクラッシュする新しいバグが報告された。安定性を改善し基地の問題に、さらに対処し、バージョン1.2で取り込まれた、いくつかの問題を修正した。 パッチ1.3が2011年12月7日にリリースされた。パッチ1.4の PC 版が2012年2月1日にリリースされた。別の羅列された問題とバグがこのパッチによって対処された他に、スカイリムのランチャーがスカイリムワークショップをサポートした。パッチ1.5が PC 版で2012年5月20日にリリースされた。多数のバグが修正された他に、 アーチェリーと攻撃魔法や弓といった飛び道具による攻撃のキルカメラが導入された。Xbox 360及び PlayStation 3版は Zenimax アジアから2011年12月8日に発売された。Windows 版は Steam からのダウンロード販売及びパッケージ版が2012年1月26日に発売されている。 テキストと音声が日本語にフルローカライズされている。オープニングの斬首形をはじめとする出血表現が前作よりも過激になり弾頭シーンもあるため、コンピュータエンターテインメントレーティング機構レーティングは、Z となる。Xbox 360版に限り公式パッチ1.6が先行リリースされたものの、Windows 版と PlayStation3 に至っては公式パッチ1.6が、 リリースされることはなく、代わりに公式パッチ V1.7 が遅れて、配信されることになった。2012年10月6日に、PC 日本語版の公式パッチ V1.7 が、英語版よりも、約3ヶ月遅れて配信された。同バージョンの公式パッチは、Xbox 360版と、PlayStation 3版は2012年10月11日に、配信された。 公式日本語版の問題点公式日本語版では漢字などが使われているアイテム名や呪文名などにソートキーが設定されていないためひらがな、カタカナを除くアイテム名や呪文名などのソートが行われないほか錬金術やエンチャントで作成したポーションやマジックアイテムの名前を英数字以外の日本語名称に解明することもできない。語訳及び意訳前作 オブリビオンとは違い、英語版の発売からわずか1ヶ月という短さでの発売となった日本語版には、前作以上の公約や、NPC 名、書物の内容などの固有名詞の訳語不統一が多数、存在するという問題がある。例えば、独自のファイルまた公式日本語版のスカイリムを起動するテス部、エグゼや一部のフラッシュのファイルは日本語版独自のものに置き換えられ、 ユーザーインターフェースまで日本独自になっているため PC 版ではベセスダソフトワークスが無料配布している公式のオフィシャルプラグインの一つハイレゾリューションテクスチャーパックをインストールすることができない。そればかりかベセスダソフトワークスが無償提供している MOD 開発ソフトウェアクリエーションキットなどを用いて開発された MOD をインストールして ゲームを拡張して楽しみたいユーザーは、そのままではもっとインストールしてプレイことができない。この問題を解決するには、日本語版でプレイするのを諦めて、公式英語版でプレイするか、または、スティームでダウンロードした公式日本語版のファイルを、専用のツール VisSA Unpacker などで抽出した、日本語テキストを英語版に上書きする必要がある。この方法で好みにより、 日本語吹き替え声優の音声を英語の声優の音声に置き換えることもできる。この方法は公式パッチがアップデートするたびにやり直さなければならない問題がある。また、公式日本語版の独自のテス部エグゼはスカイリムのスクリプト拡張であるスカイリムスクリプトエクステンダーやスカイリムスクリプトドラゴンを作者が英語圏のために公式日本語版の 独自起動ファイルを想定していないため、一切動作しない。また、MOD によっては、アイテムの名称などが日本語から英語に戻ってしまう、ものもある。この問題に対応するにはあらかじめ英語版で、プレイするか、スカイリムストリングローカライザーや、クリエーションキットで英語に戻った箇所を翻訳するか、個人が作った翻訳ファイルを、ESP、イザムファイルにインポートする方法がある。 PS3 版にのみ特有のバグがあり長時間プレイによるセーブデータの肥大化につれフレームレートが激減し最終的にはゲーム進行がほぼ不可能なレベルとなる。オブリビオン、ホールアウト3本部と同じくオートセーブなどで読み込みと書き込みを頻繁に大きな容量で行うためメモリが不足してしまうことが問題点とされる。2012年2月に 上記不具合に対する修正パッチバージョン1.4がリリースされ上記の致命的な不具合はほぼ解消された。ただし PS3 版パ,パッチ1.4適用後もパフォーマンスに問題を抱えたユーザーが少数存在していたことからベスズナ側より公式フォーラムにて改善を正しく適用するための注意点が提示された E32016 にて発表された スカイリムの64ビット版で、いわゆるリマスター版にあたる。PC、PS4、x b o x ONE にて発売。PC 版は、オリジナル版を所持していれば、無償で、アップデートされることがアナウンスされており、x b o x ONE 版は、ホールアウト4と同様に BETHSEDA.net 経由で、最大 5GB 分の外部アセットを使用したものも、 含めてのモッド導入が可能。PS4 版もモッド導入がアナウンスされていたが、2016年9月9日に、ソニーインタラクティブエンタテインメントからベセスダに対して、モッド導入機能を一旦断られていた。しかし10月6日に一転し、PS4 版でもモッド導入できることになったが、使用できるリソースは、ゲーム内アセットに限られ、最大 1GB まで。PS4 では、 4K 解像度に対応している。チームはスカイリムの曲を作曲するために、モロウィンドとオブリビオンの作曲を手掛けたことがある、ジェレミーソウルを雇用した。彼はゲームのメインテーマである、ドラゴンボーンを作曲した。ドラゴンボーンはゲーム世界のドラゴンランゲージで歌う30人以上の合唱団によって録音された。クリエイティブディレイター、トッドハワードは曲のテーマを バーバリアンの合唱団が歌うエルダースクロールズのテーマとして心に描いた。これは30人の合唱を3回に分けて録音して90人で合唱しているように見せかけたソウルによってそのアイデアが決められた時現実のものとなった。ドラコニックの言語はベセスナのコンセプトアーティストアダン・アダメビッチが作った。彼はゲームのために34のルーン文字のアルファベットを開発した。 ドラコニックの語彙は随時拡張された。リードデザイナー、ブルース・ネスミスは、言葉はいつも言うことが語彙として取り込んだと説明した。シリーズ中の以前の2つのエントリーと同様に、スカイリムのサウンドトラックは、独占的にジェレミー・ソウルの代理店ダードソングを通して販売されている。2011年11月4日に、ゲームの立ち上げと同時に、オーディオ CD からなる。 物理媒体のみでのリリースがアナウンスされた。ソウル本人のサイン入りのすべてのコピーが12月23日よりも前に予約されていた。ベセスダで PR マーケティングを担当しているバイスプレジテントピート・ハインズの10月17日のツイートによると OST は4本の CD が入っていると述べている。4枚の CD セットのリリースはデジタルソングで アカウント表示エラーが出ている間にデジタルソングの顧客によって発見された。アマゾンでのデ a ワンの事前注文でも5曲の販売促進、スカイリムのサウンドトラックの主張が含まれている。スカイリムは多くの著名な俳優が声優として参加している。また、前々作ザイルダースクロールズ3、モロウ,ウィンドや、前作のザエルダースクロールズ4、オブリビオンでも担当していた声優も数人が、 出演している。日本語版の説明書の最後のページにキャスト名が英字で掲載されている。スカイリムは2010年12月11日にカリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルスコンベンションセンターで最初にアナウンスされた。センターはスパイクの毎年恒例のビデオゲームアワーズの主催者だった。予告トレーラーが上映されている間にハワードがステージに姿を見せた。 その予告編トレーラーでは受賞とゲームのストーリーの紹介とリリース日11から11から11を明らかにされた。それはゲームのストーリーとゲームプレイについての初めての詳細を明らかにしたジャーナリストマット・ミラーが書いた15ページの記事が掲載された2011年2月のゲームインフォーマー雑誌の刊行物のカバーストーリーだった。2011年6月のインタビューで ダウンロードコンテンツパッケージについて尋ねると、ハワードは以前のリリースに間に合わせてから DLC パッケージをリリースする意図がチームにあると表明した。彼は中身が少ないパッケージをたくさんリリースするのは雑然としていると感じたということで、ホールアウト3のリリースよりも内容が多い DLC パッケージを少数リリースすることがチームのゴールだと明らかにした。 プレスリリースによって、チームは最初に2つの DLC パッケージを PC と、p a ステ s t a t i o n 3システムよりも1ヶ月先行して、Xbox Live を通じて、Xbox 360でリリースする計画を、するとアナウンスした。2011年のクエイクキンカンファレンスでは、チームは、スカイリムの特別版パッケージを明らかにした。ゲームのコピーに、ゲーム世界のマップ、 ゲーム内で敵対するドラゴン、アルデンの12インチのフィギュア及び200ページに及ぶコンセプトアートブックとスカイリムのメイキングについて特集した DVD をバンドルした。2011年10月にはゲームマニュアルの多数のページの写真がリークされ、後にゲームの詳細がいくらか暴露された導入部の映像も続いてリークされた。2011年11月1日までには 公式リリースより10日先にハックされた Xbox 360でスカイジムをプレイすることができる Xbox 360版のコピーがリークされインターネット上で入手可能になっていた。オランダでは11月7日からゲームの購入が可能であった。11月10日にはオーストラリアの小売店では発売日の11月11日よりも先にゲームが販売され始めていた。 現在3つのダウンロードコンテンツが配信されているが、これ以上のダウンロードコンテンツの配信計画は存在しない。2013年6月27日に以下の3つのダウンロードコンテンツを収録した、ザエルダースクロールズ V、スカイリムレジェンダリーエディションが発売された。ベスズダは2012年5月1日に、スカイリム初のオフィシャルアドオンザエルダースクロールズ V、ドーンガードをアナウンスした。 ドーンガードの Xbox 360版が2012年6月26日に英語圏で販売され、2012年7月半ばにフランス語版、イタリア語版、ドイツ語版、スペイン語版が販売された。2012年8月2日に Windows 版がリリースされた。日本語版は Xbox 360版が2012年7月31日に発売され、 PC 版が2012年10月5日に発売された。パフォーマンス問題が原因で、ドーンガードのプレイステーション3版のリリースは、日本語版も英語版も未だに実現していない。ベセスダは、スカイリムの DLC をそのシステムにうまく、追加することができない可能性があると表明した。英語版 DVD ロムパッケージを購入しても、日本語版が発売されるまで、 日本国内の IP アドレス経由で Steam に接続してゲームをプレイすることすらできなかったスカイリム本体とは違い PC 英語版が配信された当日から日本国内の IP アドレスで Steam に接続しても購入してすぐにプレイすることが可能だったスカイリムの第2のアドオンザ・エルダースクロールズ V ハーサファイアが2012年9月4日に Xbox 360版で2012年10月4日に PC 版でリリースされた。このアドオンではプレイヤーキャラクターは土地を購入して材木、粘土のような原料から温室、養蜂箱、錬金術、エンチャント設備の追加オプション付きの独自の家を建てることができる。ハーサファイヤーでは子供を養子にすることで家族を養うオプションも導入されている。 ハーサファイアーは、例えば売り主がダークブラザーフットの契約対象にいるために起こるバグやるイクベマナーの上渡証書が得られないようなバグなど、新しいゲームプレイ要素をアンロックできない数多くのバグのせいで様々な否定的な反響を受けた。まだ今のところ公式パッチのアナウンスはない。スカイリム本体の英語版2011年11月11日に発売された時と同様、 PC 英語版が発売されても日本国内の IP アドレスで Steam に接続しても英語版 h a r s ファイヤーを購入してプレイができないというドーンガードでは取られなかった異例の措置が取られた。その後2012年10月16日に PC 日本語版と英語版が Steam で配信され Xbox 日本語版も配信された。このオフィシャルアドオンではプレイヤーが スカイリム内の旧のホールドのうち、通常版では家を持つことができなかった、ファルクリース、モーサル、ドーンスター近郊にある土地を購入して、設計図から家を建てるのに必要な素材を集めて、温室や養蜂場など細かくカスタマイズされた別荘を建造することができる。また、新しく建てた家や、既存の家には、羊、馬車の魚者、銀融詩人を定住させられるほか、 外から連れてきた孤児を養子にして育てることができる。バニラで建てられる既存の家に子供部屋を増築することもできるようになる。また、家を建てると、時々家の中にスキーバーが侵入したり山賊などが襲撃してくるようにもなる。ハースファイヤーはこのアドオンが発売された月と同じザエルダースクロールズシリーズの暦で9月を意味すると、同時にそのうちハースは英語で 暖炉という意味のほかこのアドオンのテーマとなる家庭の暖暖を意味する2012年12月4日にまず最初に XBOX360 プラットフォームでのみリリースされるザエルダースクロールズ V ドラゴンボーンはスカイリムの3作目のアドオンこの DLC の最初のトレーラーが2012年11月5日にリリースされプレイヤーが ドラゴンに起乗できる機能と、スカイリムの出来事から200年前を舞台にしている、ザ・エルダースクロールズシリーズ3作目のザ・エルダースクロールズ3、モロウィンドの拡張パックザ・エルダースクロールズ3、ブラッドムーンで登場したソルスセーム島に、初代のドラゴンゴーンの再来を中心に展開する構想が、示唆された。ソルスセーム島は、スカイリム地方の北東とモロウィンド地方のバーデンフェル、 塔の北西に位置するノルドが多数住む島である。このトレーラーではモロウ,ウィンドに登場した、ネッチブラッドムーンに登場したゴブリンのような二足歩行の敵対種族で、スノーエルフの子孫と言われている、リークリングや、革製品の材料になる浮遊する、クラゲ型の非敵対生物、ネッチザエルダースクロールズ3、モロウ,ウィンドの悪名高い最後のボスダガスユアート、 何らかの関係があるアセンディドスリーパーなどが登場する。ハウスリードランの建築様式の建物、モロウウィンドでは、レビテートの薬か魔法がなければ、中に入って登ることができなかった、テルバンニの塔、厳しい戒律を持つノルドたちが住むスコールビレッジなども登場する。ザエルダースクロールズ V、スカイリムの最後のアドオンであることが後に発表されている。ザエルダースクロールズ V、 スカイリムでは広範囲に及ぶ、批評家の賞賛が公表された。レビューを集約した、ウェブサイトゲイモランキングスとメタクレティックは、XBOX360 版に95.22%、96、100、PC 版に94.42%、94、100、PlayStation 3版を88.00%、92、100とそれぞれ評価した。 イグンは、あなたを見事に丹念に作られたコンテンツで、いっぱいの架空の空間に引きずり込む魅了させるゲームだ。スカイリムは、今までに作り出された中で、最高のロールプレイングゲームの一つだ。と述べた。ガーディアンは、スカイリムはゲーマーが年中。ワイヤード .com は、このゲームの最も卓越した異業はゲームが、現実逃避のパラダイスだということだ。体験する価値のない台本通りのクエストは、 ほとんどない。と評した。ゲームスポットは、スカイリムは超大作の魅力の大部分を上演する。スカイリムは、あっという間に膨大な時間を消費すると批評した。とジョイスティックは、これは、シングルプレイヤー用に作られた探検できるゲームの中で最も深遠で最も美しい世界だ。と批評した。ファミツーはスカイリムに40、40の点をつけた。これは、完全に、 非日本企業によって開発されたゲームに初めてパーフェクトな評価を与えることになった。批判は PC 版のユーザーインターフェースについて行われた。それはキーボードやマウスとは対照的に家庭用ゲーム機のコントローラー向けに設計されたことに批判している批評家の意見だった。オフィシャルプレイステーションマガジンは全面的に良い評価をしたにもかかわらず技術的問題と ゲームが不完全な状態に感じることを批判した。リリース初日、スティームでは同時に23万人もの人々がスカイリムをプレイしている状況を見せた。最初の1週間でベセスダは700万のゲームのコピーを世界中の小売業者に出荷した。水曜日の間の総売上高は推定4億5000万ドルと予想されていた。二千十一年十二月十六日までには この総売上げ高は1000万ものコピーを小売業者に出荷しおよそ6億2000万ドルにまで上ることになった。さらに、バルブは、スカイリムは今までのスティームプラットフォーム上で1日で最も早く売れたゲームだと述べた。スティームのゲームの統計ページはつい2012年2月2日までに501万2468人のユーザーのログインにより500万人のユーザー記録の突破を 明らかにした。この期間にスカイリムはユーザ数2位のチームフォートレス2の2倍の大差でスティームで最もよく遊ばれたゲームになった。スカイリムはスティームで最もよく遊ばれたゲームの一つにとどまっている。スカイリムの軌道で小さなものから大きなものにまで及ぶ多数の技術的問題が報告されている。ある例としてゲームを ハードドライブから起動するときの Xbox 360版のテクスチャ劣化問題、ゲームプレイ時間が長引くことで普通に起こる 6MB を超えるファイルをセーブするときの PlayStation 3版のクラッシュ、低速化、フレームレートの問題、Windows 版での様々なクラッシュと低速化が挙げられる。スカイリムのディレクター、トッド・ハワードによると限られたラムの誤解は不正確で、 あなたが命令したこと、実行したことは、文字通りに動くと述べている。ムンダスという領域の中にある惑星ニルンにある、タムリエル大陸の北方、スカイリム地方は、アトモーラ大陸から移住してきたノルドの故郷であり、タムリエル大陸で、初めて人間が上陸した地とも呼ばれている。セプティム王朝の始祖タイバーセプティムがノルドだったことも、あって、歴史的には、帝国と友好関係にある。 特にソリチュードの主張一家は、皇族と血縁関係にあり、ペラギウス三世紀などの皇帝を排出したこともある。オブリビオンの動乱により混乱した帝国において、サマーセット島を中心に勢力を拡大していた、アルドメリジ一領のサルモールは、帝国領だったバレンウッドとエルスウェアを支配下に収めていた。サルモールは、帝国領のシロディールやハンマーフェルに侵攻を開始し、 大戦と呼ばれる戦争が勃発した。一時は白ディールの帝都まで落とされた帝国ではあったが、肉弾戦に強いスカイリムからの援軍やアカリンの戦いの勝利によって帝都の奪還に成功した。しかし弱体化した帝国には戦争を継続する余力はなく、多くのアルドメリジ治療の主張を呑む形で発金協定を結ばされた。この協約により、死後に、 人間から神になったとされる、ノルドの英雄タイバーセプティムことタロスの信仰が禁じられた。スカイリムではその歴史からノルドを中心にタロ、ス信仰の根強い土地であり、サルモールの協定案を飲んだ帝国に対する不満が募っていった。スカイリムを治める上級王トリグは、帝国に標準する立場をとっていたが、それに不満を抱いていた。 ウィンドヘルム主張のウルフリック・ストームクロークから1対1の戦いを挑まれ殺害された。帝国側はこれを暗殺と呼ぶが、ストームクローク側は伝統に則っ,った正式な決闘によるものと主張している。ウルフリックの決闘劇によって、スカイリームでは帝国側に味方する者とノルドの独立を求めるストームクロークに二分され、内戦が勃発した。帝国軍はシロディールから、 シュリウス将軍を送り、彼の手腕により一時は、ウルフリックを捕獲することに成功するが、処刑の場となった、ヘルゲンに突如として、イニシエのドラゴンであるアルドインが現れ、混乱に乗じてウルフリックたちは、脱出に成功した。内戦は引き続き継続され、一方で、アルドゥインは、各地の墳墓に埋葬されたドラゴンを蘇らせ町や、人々を襲い、スカイリムは混沌の一途図を辿っていた。 主人公は国境を渡ろうとしていたところを帝国軍に捕らえられ、ヘルゲンでの処刑に巻き込まれてしまう。だが、アルドゥイン襲撃に乗じて脱出した後には、ドラゴンを唯一倒せると言われる、ドラゴンボーンの力に覚醒し、アルドゥインと対峙していく運命が待っている。以下の記述はいずれも、本作のストーリー開始時点を主な基準とする。スカイリムは、 ホールドと呼ばれる9つの行政区画からなり、それぞれの首都に首長か上級王がいる。通常は8人の首長と1人の上級王だが、ソリチュードの上級王であったトリグが、ウルフリック・ストーム・クロークに殺害されたことで、上級王は空位となっており、現在は9人の首長からなる。中でもソリチュード、ホワイト・ラン、マルカルス、ウィンド・ヘルム、リフテンの5つはトリデを含む上郭を有する。 大きな町である。上級王は、他の8人の主張を束ねるスカイリム地方の統治者で、9人の主張によるムートと呼ばれる合議で選出されることになっている。スカイリムのガードはよく次の言葉を口にする。I used to be an adventurer like you, then, I took an arrow in the knee. このフレーズの後者の部分は、I used to X, but then, I took an arrow to the knee の形で、 多数のイメージマクロやビデオパロディが作られて急速に広まった。スカイリムへの言及は CBS のテレビドラマシリーズ NCIS ネイビー犯罪捜査班のエピソードで登場した。スカイリムについて言及している他のアローツーザニーはワールド・オブ・ウォークラフト・ミスツ・オブ・パンダリアのエスコートクエストでも見られる。そのクエストはパンダリア・ S ・クレイザラン・ワイルズの地域で起こる。 多数の部隊の集団をエスコートするとき、パンダーレンの一人が負傷してこのフレーズを発する。多種多様のモッドがクリエーションキットを使ってスカイリム用にリリースされている。これらのモッドはスティームワークショップやスカイリムネクサスのようなサイトで入手できる。これらのモッドには例えばスーパーマリオをエミュレートして既存のゲームを完全に塗り替えて色鮮やかな夜空にするものなどがある。 ありがとうございます。